毎週火曜日にお届けするのはこちら業界通信です。この企画は様々な会社に訪問して実際に仕事の裏側や名物社員さんなどを取材し、その業界ならではの気になるニュースを教えてもらうというコーナーです。今回お邪魔したのはこちらです。はい、先週に引き続きプロレス業界をお届けいたします。感動の VTR だったんですよね。プロレス団体 FMW のオーナーになって1年の山近さんと所属する大仁田さんたちプロレスラーに密着してきました。後楽園ホールで行われたのはリングへの復帰を夢見ながらも今年3月に休止したハヤブサ選手の追悼イベントを兼ねた試合。開始直前、オーナー山近さんが見つめるのは2000人を収容する観客席。やっぱり満杯でさせてあげたいっていう気持ちすごい強いですね。仙台かな、100人未満っていう時があったんですよ。それ完全に大仁田さんが悪いわけじゃなくて営業努力なんですよ。尊敬する選手たちのため試合中も客席や入場口を往復し入り具合を確認、時にはオーナー自らお客さんを案内することも。そして開演から1時間、気がつけば立ち見も出るほどの満席に。ハヤブサが今日満杯にしてくれた最後の力をくれたところはある。プロレスラーたちもまた亡き友のことを思い激闘を繰り広げます。FMW は何でもありの超戦闘プロレス、目まぐるしい展開で見る者を魅了します。うわー来た。そしてついに大仁田選手ら FMW 軍が見事勝利。いいな。子供たちをリングへ呼ぶと、これだよな。自分の好きなことも自分の好きなことも一生無限大イエーイ。いやもう最高でした。もう最高、元気をもらいました。最後にプロレスラーの皆さんに業界ニュースを伺うと、はやぶささんのふるさとである熊本への思いでした。ずっと自信なりっぱなしなんで、何も分かんないから、これが東京で起こったらねえどうなるんだろうね。今東北や熊本で復興で金がかかるので、なんで国会に復興があるか、不思議ですよ。やられてもやられても立ち上がっていくとこ、僕らプロレスラーがやっぱりね先頭立って、うん、そういう復興に向けてねやって、みんなもやっていくと思うし。保坂選手は熊本県を訪れた際大地震を経験、翌日熊本県益城町で瓦礫の撤去を行いました。僕らができることをやらなくちゃいけない、少しでも何かの力になればと思って。そして大仁田選手も震災後すぐに駆けつけました。僕は元災害対策に所属してたんですけど、そんな時よりか民間でこうやって行く方が感謝されるなっていう、実質的なことが本当にできるなと。さらに山近オーナーの業界ニュースはこの後スタジオで。なんと今日はスタジオには FMW から大仁田選手と山近オーナーが来てくださいました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。もう涙が出ますし、山近さんもちょっと目がうるっと。いや頑張ってます。いやでもプロレスの力ですね。いやですね、業界がこう落ち込んでる時に頑張るとか、やっぱりそういったことって、プロレスってね、なんかよく政治とか国会によく似てるなと思うんですよね。こっちが力をね与えれば、こっちから攻めるやつもいるし、
それにやっぱりあの今回の戦いっていうのは特別なものがあって、ね、やっぱり28年を経てるわけですよ、そのイデオロギーの戦いっていうか、やっぱりこっちの考え方とこっちの考え方は違うじゃないですか、僕と君との考え方は違うわけよ、やっぱりそのイデオロギーの戦いっていうのがリング上で表現できるとあれだけ熱狂した人が来るし、しかもこうガチンコでやった後に互いをまた讃え合ったりとか、そういったあの子供たち、まあ、UWF とか讃え合えますけどねそこはもういいんで、そこはね、でも本当にあのまさかでも相草選手と熊本のああいった関係があるっていうのは僕は全然知らなかったんですけど、いや熊本出身なんですよ、ね、うちの FMW に入ってきたんですよ、新人で入ってきて、それで FMW で育って、それで FMW の僕が出た後に、あの FMW 引き継いだ男なんですよ。でも山下さんがこういう形でもう一回立ち上げてマネジメントしてという話で今この段階まで来られましたよね、はい、山下さん、はい、業界ニュースお願いします、はい、流れが違いすぎるんですけどこう今年のゆとり大学生の就活が気になる、就職活動、それどういうことですか、うん、え、あの実はうちは新卒採用のコンサルティング会社が親会社なので、そうか、仕事やってまして、今年の大学生もうちょっと活入れないとと決まりすぎてるので、あの就活もゆとりっぽい感じでどんどん決まってるんで、一回 FMW の現場にちょっと来てもらってインターンしてもらったりとかしたらその熱さが伝わるんじゃないですか。いや実はいつも鬼茶さんの試合を大学生は無料招待したりとか、スタッフで手伝ってもらったり、この間100人来てくれる大学生スーツで、随分でも諦めないっていうのが必要ですよ、僕はあの4回か5回引退してるんですけど、未だに生き残ってますからね、すごいです、しつこいですよ、嫌がられるタイプ、信念ですよね、いや嫌がられるタイプです、だけどそのしつこさって今の時代に必要なんじゃないですか、うん、僕はね諦めないっていうことはね、今の時代に必要だし、普通にね、だって普通のじゃあ新日本プロレスの頃、あんな子供いないですから、子供が来るんですよ、今度試合が14日、はい、5月の14日土曜日、はい、そして、ね、来月21日火曜日ありますね、ぜひあの呼びかけを大仁田さんお願いします。いや、あの大仁田淳を嫌いな人も見に来てください山下さん一言いや、あの大学生の方も若い人たちも老若男女、おじいちゃんもおばあちゃんもぜひ来てください、ぜひ皆さんよろしくお願いします。終わりですか、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、せっかく僕テロップ書いたのおい、書いたんだぞ俺時間があったらですね、はい、以上業界通信でした。